チンコとうんこのお話を聞いてくれ。うん、まずは昨日のこと。仕事で疲れたからチンコとにらめっこした。僕にはそういう習慣がある。ずっとにらめっこしてたら顔色が良くなったみたいで、少しばかりの憂鬱となんだか不思議な気持ちになって、それでふと顔を見上げたら、お母さん見てるじゃん、お父さんには言わないで。うん、言わないよ。ほんで晩ご飯の時にチンコとにらめっこしてた。はずい、恥ずかしい。でも、うん、これが俺、受け入れた、うん、受け入れた、これが俺、うん、恥ずかしくない、受け入れた。うんこは臭いから嫌い。そういえば先週妹から言われた。なんかお兄ちゃんのおちんち寝てる時お話ししてるよ。違う、それ俺じゃない、お父さんとお母さんの営み。でもいつも食わせてくれてるお父さんのお返しに、それ受け入れた、うん、俺じゃないけどそれ俺、僕受け入れた。別にそれ恥ずかしいことやない、それで僕生まれたんや、いずれ僕もするんやからさ、だから受け入れた。またやけど受け入れた。